楽しんだのは大人だけではありません。気分は忍者。帯山チアーケードで子ども向けイベントが開かれ、忍者体験ができるアスレチックが登場しました。手裏剣を投げるところが楽しかった。大人になってからかな、ね、大人も子どもも楽しめるのがお客のいいところ。夜になるとのんべえたちのテンションも最高潮に。乾杯。もう久しぶりのお客で興奮してます。イエーイ。初めて会った人たちとこんなに楽しく飲めるお祭りって多分あんまないと思うんですよね。東京とかでもあんまないよね。確かにね。すごい楽しいです。また帯山町アーケードにはお客ではおなじみ畳とこたつが復活。こたつで飲みたかったんで、4年越しのこたつ叶いました。いや最高ですね。いい文化です、はい、お正月よりお正月。そう、もっと高知の人と仲良くしたいです。はい。とそこに、すごい、何ドライブドパンの、楽しい、ありがとう、カンフットコーチ、ありがとう。最高、最高、最高。めっちゃ楽しい。ありがとう。土佐のお客は今度の日曜日までさまざまなプログラムが組まれていて、11日と12日には締めの2日間を盛り上げる土佐の大座敷が開かれます。いや、我々高知人もそして県外からやってきた皆さんも4年間たまったエネルギー発散してましたよね、うん、でもこれまだ終わりじゃない、続いてますから、ピークになったらどうなるんでしょうね。そうなんです、お客の盛り上がりはまだまだ続くんです。12日には中央公園のステージで高知家10周年を記念してタレントの島崎和歌子さんと演歌歌手の三山ひろしさんのトークショーが行われます。高知家のこれまでの振り返りやポスターの撮影秘話などスペシャルトークを楽しめるということです。